チェンナー、明けまして、おめでとうございます。一日の計は明日にあり、一年の計は春にありだ。うん、まことにめでたい。今年はよ、オイラたちにとって旅の大きな区切りになる特別な年なんだぜ。なんだかワクワクしますね。ハイラさん、皆さん、今年もよろしくお願いします。なるほど、世話になるようになって久しいが、ここにもまだ知らぬ歴史があるのだな。歴史とか別にどうでもいい。こら、レニー、人と聞く手に歴史ありってね、胸熱じゃん。めでたき新年の始まりにわらわに挨拶に来るとは良い心がけだ。その心がけに敬意を表し、汝たちにはこれを渡そう。綺麗な模様が入った袋は初めて見たぞ。まるで宝石みたいだ。随分と美麗な袋だな。中には何が入っているんだ。これはお辰玉だ。わらわが主を務める辰神宮周辺の地域特有の文化で、お年玉の一種だな。お年玉は聞いたことはある。相手が一年平穏無事に過ごせるようにと、ルピと願いを封じて大切なものに渡すまじないなのは同じだが、お年玉と違いお辰玉は中身よりもこの袋の方に意味があるのだ。お辰玉を贈る者が美麗に飾った赤と金の袋に願いを封じる。そうすることで袋自体に災いを避ける力が備わると言われている。それはすごい。この綺麗な袋は俺の親友にも見せたい。大切に保管させてもらうぞ。なるほど、まあ健全な信仰心だね。えへへ、中にもピカピカのお金が入ってた。ゴム、ありがとう。ゴム、よかったな、レニー。別に欲しいって言ってないけど、まあありがとう、お辰玉。ハハハ、子供が喜ぶ様は何とも微笑ましいものじゃの。どれ、綺麗な袋こそないが、わしからもお年玉じゃ。大切に使うんじゃぞ。かわいい、すごいな、おじいちゃん、ありがとうな。皆の者、注目するのじゃ。新年の装いに身を包んだこのおしゃれなイービアに、チャームポイントは丸々としたこのおみかんなのじゃ。いけじゃろ、ナイスじゃろ。ほれ
ましておめでとうございます。ん？なんじゃそのキンキラリンの赤い袋は。なるほど、イービアへの供物じゃな。いい心構えなのじゃ。受け取ってやるのじゃ。こいつお札玉の袋に興味があるみてえだな。ほれほれ、早くよこすのじゃ。なんだ、これはあげないぞ。ジェイドのために大切に取っておくんだからな。猫ちゃん、いい子いい子ゴブ。なでなでされるとみんな嬉しいゴブ。やめるのじゃ。なでなでは確かにやぶさかではない。